北海道新聞文化賞の贈呈式を行います。多様な研究と活動の業績を拝見しますと、こうした皆様方のご努力の上に現在の北海道が築かれているということを改めて深く感じます。今まで台座の上に乗っかって見るものだった中概念を大きくこう破って、本当に地面に置いたことによって人が増えるようになりました、このコンセプトっていうか、彫刻を触れるということで目で見て考えるという、その知識として何かを得るというよりも、触れるということで一人一人の感性に、こうするというか訴えるというか、そういうもののあり方ができたかなと思います。本当にはやぶさのカプセルの中には、本当ほとんど何も入ってないんですけれども、でも 目に見えない粒がですね、無数に今は数えて800個を超える粒、多分1000個を超えて本当に無数と言える粒が入っているということが分かってきました。今その粒を分析のためにその中から取り出して、で来年の多分1月か2月ぐらいになると思うんですけれども、副大の方に運んできて、でその粒が本当に糸川のものであるかどうかということを検証することになっています。函館市民の方が来ていただいて喜ばれるような施設作りということを考えて行ってきております。そういうことが評価されて今回こういう賞をいただいたということは非常に名誉に思っております。これからなお一層頑張って市民の皆様に、また観光客の皆様のためになるようなことをやっていきたいと思っておりますので。難しいですね。あれですね。